こんにちは、路地裏 TV です。今ですね、寺町の松原に来てるんですけど、今回はね、エスニック行きたいと思います。エスニック料理ってね、まあよくあるのはこう民族っぽい、こう茶系のね、なんか布とかインテリアを使ってるお店が多くて、まあそういうお店もいいんですけど、今回はね、ちょっとそういうお店とはガラッと雰囲気の違う、こうネオエスニックっていうんですかね、ちょっと面白いねお店になってます。で、料理もねかなり個性的なんで、まあもともとね人気店のね磯谷グループにいた方がね独立してやってるお店なんですけどね、 BDY エスニックっていうお店に今から行きたいと思います。はい、じゃあメニューをね見ていきます。一応このお店のコンセプトがね書いてます。結構ねワインとねこう合わせて、こうハーブとかの旨味をね感じるスタイルですね。でドリンク、ほい、水餃子で一品ですね。季節ごとにねメニューは変わるみたいです。で、あとねこんな感じでねその日のおすすめもあります。こなれたもんやな、もうね100ポイント取ってるから、抜けよかったな、あの水がねえよな、さすが、まあ、分かってくれてる数少ないうちの一人やな。いやあの店ね、うん、最高。タスク君、あの店主のタスクさんです。どうもこんにちは。今日はオフなんでちょっとこっち側で、お願いします。入ってもらってます。まあ、水餃子一発のな、みたいなな、あの一個ずつとかもいけるやん。あ、いける、いける、もう全種類じゃあ一個ずつ、いきますか。一個ずつでいけるのか。はい。めっちゃいいじゃないですか。あとクレソンのナムル、ここ定番の料理だけど。あ、そう。クレソンのナムルめちゃめちゃおすすめ。あ、じゃあ。セセリの甘辛揚げを。セセリの甘辛揚げ。よし。じゃあそれちょっといこうかな。じゃあいただきます。はい。飲み口、そうやね、すごい、いいか悪いかいいか悪いか、まあ、逆にここまで太いと思う、面白いと思う。あの社員旅行で台湾行った時に買ってきて、面白いな。ありがとうございます。これがクレソンナムル、はい、マネケンさんの水耕栽培。水耕栽培、はい、へえ。結構ねごま油のいい香りしてますよ。結構やみつき系ですね。味付けはしっかりごま油も効いててパンチがあってシャキシャキ、うん。九条ネギたっぷり水餃子、はい、はい、トムヤムクン水餃子、トムヤムクン水餃子、はい、こっちが鶏とガリとパクチーの水餃子、鶏とガリとパクチー、はい、上に乗ってるのはミョウガの塩だれです。九条ネギの水餃子です。おお、結構ねスパイシーな香りしてますね。いただきます。うまく、これいいな。あの自家製のエビのラー油がかかってて、エビのラー油か、エビのラー油が美味しいのよ。これ美味しいな。
ほんのり辛みもあって、うん、酸味と辛みと、あーこれは癖だるわ。トムヤムくんがね、餃子にでライム絞っていただきます。アジア、アジアの純真かかってる時にアジアな。トムヤムくんの水餃子、タイ人に教えてあげたい。タイ人に教えてあげたい。こんな食べ方あるんやっていう。でこれが、ね、鶏とパクチーですね。ガリ、ミョウガライムっていうのが上からねかかってる。これもうまっす。あんが一番これが感じるかもしれないですね。うん、餃子感が強いかも。仕事が細かいね。仕事が頑張って仕込みやっております。あ、これがすごいっすね。タレつけて終わりじゃなくて。創業からの定番メニューですね。これめちゃくちゃうまそう、うん、甘辛とはこのことやっていうぐらい甘みと辛みが共存してますね。パクチーね結構入ってるんですけどね、全然なんか嫌なところがないというか、僕もパクチーあんま好きじゃないんですけど、パクチーの嫌な部分が全然なくて食べられますね。このなんかオリジナルスパイスめっちゃうまいな。ラムのステーキです。パクチーとミントのソースを使われてて、すごいね香りがしますね。おお、ちょっと俺いい感じですよこれ。おお、めちゃくちゃ合うソース。うまっ。このソースパクチー苦手な人でも美味しいかもしれないですね。全く癖はないですね。めちゃくちゃうまみ引き出されてますこれ。結構ジビエ全般相性いい気がしますねこのソースは。トース屋さんやってもいいぐらいなのかな。すごい、トース屋さんやろうかな。ほんまにソースが見事。トース屋さんしようかな。メニューが全部やっぱ個性的なんですけど、それにもうね絶妙に合わせたソースを、ね、メニューごとにやってはるんですよ。それはすごいな。これはうまさですわ。これはうますね、そんばに。ほっとうまソース染みてきてポテトうまちょっと早速、はいはい、噂聞いたんですけど、うん、そうやるとかなんとか。そうなんです。もう決まってんの？もう場所も決まって、うん、まあ、会議しても大丈夫？もちろん、もちろんです。ちょっと新鮮情報、まあ、10月ぐらいに、川端どんぐり東流、はいはい、どんぐり会館っていうのができんねんけど、ほう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 、そこの、まあ、俺の2階の食区画にちょっと入ることが決まって。じゃあ何店舗か入る中の1個ということです。どんぐり会館ってあの恵比寿川餃子さんの田中島さん、あの上上上上、あーなるほど。
どんぐりの川端から東行ってすぐやね。そうそうそう、すぐです。10月目のぐらいで、ちょっと次はもう鉄板の勝負。鉄板、おお、いいですね。楽しみです。3店舗目ありがとうございます。紹介ありがとうございます。こう期待ということで。はい、ということでね、BDY エスニックさん、いいお店ですね。あの、個性がすごかったですね。お料理一品一品に合わせて全部その味付けを変えてらっしゃってて、エスニックっていうのと日本人が好きなこう味をね、うまく組み合わせて味付けされてて、すごいね、食べやすいし斬新でしたね。うん、いや、やっぱね、人気なのが分かります。美味しかったですということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。